はい、サブちゃんです。今回は一冊本紹介していきます。はい、読了直後の感想みたいな感じでいつも通りゆるくお話ししていくっていう感じでやっていこうと思います。はい、で今日、いきなり関係ないことから話し始めてしまうと、今日めちゃくちゃ寒くて、はい、いやびっくりするぐらい寒いです。今少しずつ片付けて本棚とか整えてる部屋があるんですけど、その部屋はちょっと寒いとそこで撮影できないっていう、その部屋寒いのであったかい部屋でね撮影するっていう感じになってしまって、はい、なかなかね移動できないっていうのはありますね。はい、というわけで早速本題の方を話していくと、今回紹介する作品は鯨藤一郎さんの金閣寺は燃えているかです。これ東京草原社の草原推理文庫から出ている作品で、サブタイトルが文豪たちの怪しい宴ってなっているんですけど、こちらは文豪の作品が扱われているビブリオミステリーです。はい、ねえ、なんか作品、これメインチャンネルの他の動画とかでも結構ねちょこちょこ言ってきてることなんですけど、こう物語の中に本が出てくる作品とか結構好きで、でね、そういった作品を見つけると気になると思って読んじゃうことが多いです。ビブリア古書堂の事件手帳だったりね、そういう感じの作品から少しずつハマっていったんですけど、面白そうだなと思って今回こちらの作品も読んでみようってなりました。まず簡単にあらすじのご紹介をすると、はい、これは東京草原社の公式サイト参照ですね。何の先入観もなく読みたいんだっていう方はここちょっとね飛ばしていただけると嬉しいです。ネタバレとかじゃないです。長い路地を抜けるとバーだった。大学教授の曽根原は気づけばスリーバレーに足が向くように、女性バーテンダー美咲の魅力のせいなのか文学談義のせいなのか、ある晩彼女が持ち出したのは川端康成の雪国はミステリーなのではという疑問だった。そこに途中からやってきた宮田が珍妙な回答を披露し始めて、名作の数々をクジラ流解釈で送る文庫書き下ろしということで、はい、ね、この川端康成の雪国はミステリーなんじゃないかっていうねこの作品は長編じゃなくて短編集になっていて、それぞれの話は独立しているんですけど、その毎回毎回取り上げられる作品が違っていて、で川端康成の雪国も取り上げられています。そうでね、それがねミステリーなんじゃないかみたいな話があって、でこのあらすじを読んだ時に何それって思って、ミステリーなのっていう、多分ミステリーじゃないと思うんですけど、ミステリーなのって思ってしまって、だからそういう解釈ですよね。あ、そうやって見るとミステリーだよねとか、あ、ここのこういう描写はこうなんじゃないかみたいな、そう登場人物たちがねそういう推理を繰り広げていく感じなんですけど、主なね登場人物が一人はね大学教授、そう文学の大学教授ですっていう感じのね専門家の人と、あと女性バーテンダーですね、あともう一人お客さんみたいな感じで、その人も結構文学に詳しい人なんですけど、その3人がいろいろねその文豪の作品に対していろんなこう解釈を披露していくみたいな、そのみんなのこう意見を言い合ってる感じがなんかすごく面白いなっていう作品でした。取り上げられている作品をもう一回紹介すると、もう一回じゃないですね、紹介すると、川端康成の雪国、田山花帯の布団で、梶本次郎のレモンと、桜の木の下にはですね、梶本次郎は2作で、で三島由紀夫の金閣寺、芥川龍之介の地獄編っていう風にね書かれていて、でその物語のもう冒頭のところに作品内で次の6作品のあらすじを紹介しています、未読の方はご注意くださいっていう風に書いてあります。そう、さっきね今紹介した6作品ですね。でこの6作品どれもねしっかりと読んだことがなくて、本当にタイトルぐらいしか知らないっていう感じで、それでもまあいいやと思って読んでしまったんですけど、そんな感じでもすごく楽しめました。こういうストーリーの作品でこういう結末でみたいな話だったり、あとはねこのそれぞれの作品を元にしていろいろ解釈を話していくので、ネタバレとか絶対嫌なんだっていう方はそれぞれの作品読んでからでこの作品を読むと、なんかもっともっとね楽しめると思いました。そう、なんか何にも読んでなくて
そう、どれも読んでなくてでも楽しめたんですけど、それぞれの作品が読んだことあって内容とかも知ってるよって人が読むと、あ、そういう解釈もあるんだとか、そう、自分が読んだ時とは多分全然違う解釈とかが飛び交っているので、それはねすごい面白そうだなと思いました。そう、逆にね今回この作品読んでみたことによって、そのね取り上げられていた作品をちょっと読んでみたいなっていうね、そんな感じにもなって、いや、いいですね、やっぱこういう作品。そう、ミステリー的な感じだと多重解決ものみたいなものに近いのかなっていう、一つの事件とかに対して実はこうだったんじゃないかみたいな、まあ、いろんな人がいろんな解決案とかをわーって話していくタイプのミステリーがあるんですけど、そう、なんかそんな感じに近いのかなっていう気もして、いや、でもなんだろう、今回取り上げられていた作品ってザ・文豪みたいな、本当にもう名作、学生の頃とか国語の教科書とかでも取り上げられてたんじゃないかなとか、まあ、そういったところでね絶対一回は聞いたことあるよっていうタイトルだったんですけど、これミステリー小説とかの名作とかでやったらすごく面白そうだなって、うん、そういう作品ももちろん読んでみたいし、なんか自分がねこうそういうねバーとかに行って、そう、バーとかね全然行く感じじゃないんですけど、まあ、そうやってねバーとかに行って、でなんかミステリーのこう文学談義をなんかするとか、そういう話をしてる人の話を聞くとかね、なんかそんな感じのことをしたらすごく楽しそうだなって思って、そう、やっぱり舞台がねバーっていうこともあって、すごくね美味しそうな、ね、お酒とかも出てきます。カクテルとかね、その作品に合った、お酒と、あとは料理とかも出てきたりとかして、いや、これめちゃくちゃ楽しそうだなってなんかそう、作品を読みながらむしろそのなんだろう、リアルでこれやりたいなっていうね欲がすごいね高まりました。そう、わかんないですけど、なんだろう、江戸川乱歩の作品とかね、横溝正史のなんとかとか、海外古典とかもね、アガサ・クリスティの、そして誰もいなくなったとかね、なんだろう、そういう感じですね、まあ、ここで取り上げられてる作品興味持ちましたみたいな話をしたんですけど、すごい文豪の作品で名作って言われてる作品でもきっかけがないと手を伸ばせなくて、でもそう、ミステリー作品でこんな感じで取り上げられていたり、あとはそう、ミステリーと関連させて読むみたいな、なんだろううまく言えないんですけど、例えばこう時代とかですね、まあ、明治、大正、昭和とか ね時代を分けて、でそれぞれなんか、あ、明治だったら黒岩類子だなとか、大正とかだったら江戸川乱歩ね、で昭和に入ってみたいな感じで、こうミステリー作家をこう年表の上にポンポンポンってこう置いていって、でそういう年表があって、文学史のそこの同じ時代でこう横にねずらした時に、この同じ時代にはこの作家が活躍していて、でこの文豪がこういう名作を書いてますみたいな、あ、そうなんだみたいな、江戸川乱歩と同じ時代の作品なんだこの文豪の作品みたいな、なんかそういった感じだと、なんだろうそういう感じで読んでいきたいなってすごく思いました。そう、個人的な興味なんですけど、うん、いいですよね。なんかそういう感じで、あ、江戸川乱歩とかもじゃあこのね文豪の作品読んでたのかなとか、あとはそう、やっぱ同じ時代ですよね。その、まあ、さっきからね江戸川乱歩ばっかり言っちゃうんですけど、そう、江戸川乱歩が活躍していた時に、そういった時代のこう文壇では、まあ、こういう話題でこういう作品ですごい盛り上がってたんだなって、まあ、そういう感じでなんか一作ですね、今回取り上げられてる作品とか、あ、じゃあ田山花袋の布団読んでみようかなとか、梶本次郎のレモンとかね読んでみようっていう風になるなって、うん、だからそうですね、だから年表を作りたいなと思いました、個人的にわかんない、調べたらあるかもしれないんですけど、そう、年表作ってね、うん、すごいねすごいマニアックな一人遊びな感じはするんですけど、そんな感じで楽しみたいなと思いました。はい、という感じです。ちょっと脱線した感はあるんですけど、最後にもう少しだけね脱線しておくと、今回そのね文豪のとか文壇のすごい名作みたいな話が出たので、まあ、ちょっとねそれ関連じゃないですけど、最近神保町で古本祭りが開催されていたっていうのをツイッターで知って、ちょっとね落ち込むっていうのがねありましたねそう、すごい久しぶりに神保町のね古本祭り開催されたらしくて、そういつもだったらこう秋とかにやってるんですけど、今ね春のうちに
開催っていうことで、あ、なんか行きたかったなってまあ今だったらね、ちょっとあのまあいろいろね、移動するのは県をまたいで移動とかになっちゃうので、いろいろね、まあ難しいかなと思ったんですけどね、気づいた時にはもう最終日みたいなもうああもう無理だってなってたんですけど、なんかあ、神保町古本祭りやってたんだなって、行けなかったなって。だから、うん、またね、開催された時は、次こそは、わかんない、次こそはっていけるかわかんないんですけど、行ってみたいなってまた、うん、そんな感じになりました。はい。ちょっと今日は寒いんで、話し方とかもね、ちょっと、たどたどしい感じになってしまったなって、今撮影しててすごい思ってるんですけど、はい。サブチャンネルでは、まあ、こんな感じでね、すごいゆるい感じで、読んだ本の感想とか、あとは、まあ、今回は本の話だったんですけど、本とは全く関係ない話とかですね。まあ、とにかく、ふわっとね。ふわっとした感じでお話していくっていうコンセプトでやっておりますので、メインチャンネルと合わせて、ぜひサブチャンネルの方もチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで今回紹介したのは、クジラ東一郎さんの金閣寺は燃えているかでした。はい、文豪の作品読んだことあるよとか、川端康成の雪国ってミステリーなのっていう、そういったね、解釈とかも知りたいよっていう方はね、ぜひぜひ読んでみてください。というわけで、今回の、動画も終わります。終わります。はい、というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。